切り開け。何としても。なさねばならんのだ。あんた、超速壁軍のこいつを忘れてもらっちゃ困るぜ。あれ、こんなとこにネジが一個落ちてるぞ。大丈夫か。降参してもいいんだぜ。笑いはしない。みんなは構わないけれど、長政様を殺してはダメ。技術と最下の火力を結集させた最終兵器、その名も百鬼丸よ。足なんて飾りですね。アイニー、最下の名を出すな。すごいのね、この子生きているわ。なんのなんの、びくともしねえぜ。恥を晒すことだけはまかりならん。拒否する。百鬼丸がここまで押されるだなんて。兄貴は世界の箱に興味ねえのかな。あれ縄につられてゾロゾロ来やがった。射撃誤差修正。兄貴、準備が整いやした。四国中の力、お前に預けるぜ、百鬼丸。鬼が退治されてばかりと思うなよ。百の鬼、そのオゼが百の傷を刻んでやる。よー、兄貴。あんた、いっそのこと国の外に出ちまったらどうだ。魔王だの帝だの、大海原から見りゃ小せえもんよ。長政様と一緒ならそれもいいのかもしれない。考えたこともなかったわ。ありがとう、海賊さん。そこまで情を深めた貴様を私は称えるべきなのか。信じてるから。レンジャー以上、ここに決断。
俺の鬼っぷりしっかり見とけよ。よっ兄貴、大海原が、異国の海が俺を待ってる。手の握りを。豊臣陣営付近長政様が殺されてしまう。一のせいでならなくちゃ。一がしなければいけないこと、たとえどんなことをしてでも長政様を守るの。とうとう兄者が動いたか。ねえ、それはできぬ。長政様、貴様の言うその柴田とやらだったか、この浅井長政。あ、待って、言ってはダメ。行かなきゃ。あなたは一をこの世に取り残すの。貴様が柴田勝家か。礼節を知る男のようだが、浅井が吐息を乱すからには紛れもなき悪だ。そうだな、あなたにとって私は忌むべき格言だ。あなたは私から生きる望みの一つを奪い去っていった。今ここでそれを償ってもらわねばならない。何の話だ。貴様と私は初対面のはずだ。あなたがいくらあがこうとも織田の外貨に変わりはない。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。消し止められただと。勝家、早く黄泉の狼煙を出さんか。お願い、間に合って。あなたを殺め、今度こそお市様を手に入れる。たとえそれで
今が何一つ変わらぬとしても、位置を手に入れるだと、なんと醜悪な物言いだ。位置は貴様の人型ではない。位置は、位置は長政様を失いたくない。闘技隊の到着です。岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。何の憂いもなく袖に収めたあなたが何を言う。私があの日手に入れ損ねたお市様を。そのような心がけこそが悪と、なぜ気づかぬのだ。邪悪なる者、柴田勝家よ、貴様に委ねる位置などない。長政様、長政様、長政様。抵抗か、形だけでもしておくべき。もうすぐだ、きっともうすぐ本体も。煙をたからでは命取りよ。二大妖女の一人か。
乗ろう。広がっておるな。早いところ落ち着かせない。さあ、勝家へのお仕置きでも考えておきましょうか。勝家、見えるのか。この惨状が貴様には見えぬというのか。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ぶ。最後の陣に守り手を集めろ。とにかく急げ。敵襲みんな急いで構えろ。どうでした？天にも昇る心地を目指してみたのですが。
のぶ。あやっ、たとえこの身が滅びようとも、私はずっとあなたのそば。この五人を呼んで名を役立たぬ。救いようもなきかかれ柴田め。お市様、お認めください。この今をあなたをお守りいたします。私なら全てを受け入れられる。いや、花をめずるあなたも、夜を抱くあなたも、なぜなら私は悪名。貴様ごときに我が妻は奪わせぬ。あ、浅石なのか。いや、お市様、お心が。黙れ悪が。我が正義、そしてこの愛を見よ。違う、これはもう私が心惹かれたあの方ではない。あなたは一の何を見つめてくれたというの。お市様、時折お見かけした際のあの憂い顔、あの儚さ、この手で守ることができたならと。そう、長政様はね、言ってくれたわ。暗い顔をやめろ、笑えって。この国の強き息吹が二つ、いや三つ吹き込んだか。さあたぎれ魔王よ、覇王よ、今は名もなき絆の王よ。兄者よ、この私浅井長政が義により助立ちする。兄様、一たちはもう兄様の敵じゃないわ。触れたか、イモイよ。愚かしくも成り果ておって。みんなすごく殺気立ってる。怖いよ、長政様。案ずるな、一。この戦の勝者が天下に王手をかける。それは
誰にも譲れない。はい、長政様。中ではすでに始まっておる。出遅れたようだな。あれはまさかお一同。いや、しかし心が壊れておるかと。あれこそが無力の精よ、家康。いや、違うな、ハノトモ。おのずからあれは作り上げたのだ。野鳥のさえずりごとき、耳を傾くまでもなし。世は本陣にてまとう。さあ来い、トモよ。集いし者らのすべて小物よ、あざけり一つも湧きもせぬ。足利の統治は誤っていた。正しき知性は豊臣にあり。どうした、お主たちにも期するものがあるのであろう。愚かな王がもたらす布告、そして強兵、我が正すはそれのみよ。だってこれは正義だもん。そうよ、正義なのね。花にてほころび。雲の巣のごとくさえに、ここを通すわけにはいかんのだ。力なきは罪、罪深きは無力。聖のかぐわしきに酔うか。それは我がものぞ。イチ、とても急いでいるの。だから許してね。よし、イチ、どちらがたくさん枯れるか競争だ。いいわ。障壁などうぬが手でみじんに打ち砕いてやれ。声が聞こえたの。そんな風にすれば勝てる。命のロボスクがない。欲しいのはただ敗北のみだ。必ずや勝てる、勝てる、勝てるのだ。思い知れ、この地が我らの足場となろう。
いる限り落ちぬを。世が出るまでもないと言ってくれるな。甲斐もない。不安と差腕があるならば我らこそが無数の指よ。無事帰り、今宵拙者と組み交わそうではないか。我らの時を奪うか。その罪、万死に値する。愚かな王がもたらす不幸、そして強兵。我が正すはそれのみよ。え？所詮は猿よ、偽りの王よ。よきかな。覇者であるゆえに覇王なり。魔王、帝、何するものぞ。不甲斐の死。喜べ、者よ。その身にてしばし、いともを潰さんとす。お気に計らえ。奴らの進軍を止めることができなかったとは。あえて言うな、もう一段上の猛者を置くべきではないか。粛清の手間も省けた。戦場から伝わるこの重圧は、一人の望みを叶えんがため、あまたのむくろが立ち並ぶか。見事だ、一。それでこそ私の妻。遠目に見ただけで足がすくんで、これが限定ってやつ。見ているがいI'm sorry.
った。己であるをやめし者よ。秀吉様は相変わらずお強いのね。でも墓地も一人じゃないから弱くはないわ。おお、久しいな徳川殿。本田殿は元気にしているか。そうか、信じてるから。愛の棒を担いでくれるかい。そういうことなのか、お市殿。ああ、とても元気だよ、長政殿。失い壊れるのであれば望むべきではなかったのだ。愛を求めたがゆえに、お前は己自身すら失った。黙って聞いていれば、我が妻を侮辱するその言葉こそが悪と知るがいい。お市殿、わしはあなたの幸せを壊してしまうのかもしれないな。どうしたの徳川様、どうしてそんなに悲しそうに笑うの。力不足か。信長公、どうかお一度の。是非もない。一葉、お前は一体どこへ行く。異音なき悪魔、第五天魔王が。兄様、一体何を言っているの。おのずから楽を生み出すことこそ気楽の本懐ぞ。夢幻に溺るる貴様にはうってつけ。兄ちゃん、無知への言葉にしてはいささか辛辣に過ぎよう。兄ちゃんは常に高潔で器広く、妹にも密かに心砕く、そんな名君であったはずだ。貴様の理想など知らぬわ。死人の口まで借りてのざれ言がそれか愚昧よ。そう、最後まで一二円ではくれないのね。いいわ、位置には長政様がいるから。持たざる者よ、それを答えとするならば是非もなし。浅井備前の神長政、魔王の妹を目取りし者よ。物見二つの行く末に欲と生とを叱んとす。その祝福ありがたく受けるとしよう。さようなら。
て制せざる者二つ誇れ者のものよ。泣くな、いつか。いずれ異なる世で分かり合える日も来よう。はい、仲間様。耐えるまでもなく、これほどの型を得ているとは、いや見事だ。ささか焼けるな。将軍様、あなたに称えられても一は喜べません。君さえいなければ兄者と敵対せずとも済んだのだ。そうか、その方はマリアの敬類だった。ならばその方が望むまま重き無念を晴らすがよい。行くぞ一。望まぬ戦を強いる巨悪に義の鉄槌を下すのだ。はい、高政様、一はどこまでもついていきます。非常下校、帝の上に正義あり。これはたまらないな。マリアめ、もっと早くに広めてくれればいいものを。足りて食いし、夫婦の気概合わせ、定めの旋盤を。くるりくるりと振り合いて、至る青鹿、宇野せどり。一押しだ、あと一押しで世に勝てるぞ。ロトにもあげる。これ、はい。生まれし者よ、帝たる世が任じよ。行け、浅井備前の神お市。歩き疲れたね、長政様。浅井備前の神たる者、弱音を吐くな一。そうよね、ごめんなさい。一はもっとしっかりしなきゃ。一が全部守ってみせるから。だからいつまでもそばにいてね、長政様。ああ、いつまでも一緒だ、一。乱世を駆け抜けたい。一と姉様と長政様で。
本当の私。天界様ひとみさん、いえい、いいよ、僕ちょいとって。いいよ、僕鍋より重いもの持ったことないもん。僕はあくまで作る人、あと食べる人だよ。仕方のない人ですね、金吾さん。あんたとならいい肩慣らしになりそうだと、五十郎には内緒だぜ。喜ぶ。怖い。私が見取ります。どうした、鱗のねえ竜がそんなに珍しいか。ノさてと、私はまた西の方へと赴かねばなりません。留守は運が向けばよ。ああ、天界さ、何やらんま。ああ、天界様、一体どこ行ってたの。なんだか天界様って時々フラッといなくなるよね。単なる散歩ですよ。意味を定めずさまようのも思いのほか楽しいもので。それで客か、もてなしてやるよ。俺たちが教えてやるぜ、わびさびをな。待て、止まれ、サビスケ。人は誰しも心の中に勝利の鏡を抱いている。今のあなたは表ですか、それとも
ダメです。それ以上僕に近づいては。そんな、この心。なんだかそのすっごく嬉しそうで、それに悲しそうっていうか。何でもありませんよ。体調が優れませんので失礼しますね、キンゴさん。あ、うん。未だに天に残っています、あなたとのささやかなる戯れ、混じり合う刃の感触。それで、ここはもらってくぜ。三成様から急げってお達しでね。私は命を受けた。信長様よりこの地を守れと。左近よ、先走る握手ぞ。聞いておらんな。三成様直々の命がよほどに嬉しかったと見える。勝家め、小生意気にも調子づけよって。私の指揮など付け焼き場、好きに評すればいい。聞くところによれば、両軍ともまず大将が未熟、一息に攻め立てれば必ずや浮き足立ちましょうぞ。かかれ柴田の指示を待つな。おのおの地下通路を敵陣用いて応戦するのだ。おっと、俺の博打相手はやらせねえ。左近、こっちも地下通路とやらを使っちまおうよ。よし、今しかねっしょ。どちらさんもようござんすね。運気の緩い兵を見た。秘伝の見間違いであろう。かかれ柴田なんぞより俺の方が強いはずなんだ。過去なら、あるいは未来の私なら、彼らの死に涙を流せもしたのだろうか。そらそら、もっと骨のあるやつはいねえのか。あんたもパッと使っちまいなよ、命ってやつをさ。朝目覚め、戦場に立ち、夜眠る、ただそれだけだ。あんた相も変わらずボンクラ扱いされてんのな。ちった言い返したりとか殴ったりとかしねえの。そんなことお前に気にかけられる言われなどない。こういう時慌てた方が負けなんだよね。手柄と向くのがゴロゴロ横たわっておるわ。たかが僧の一人に怯えるとは、あなたは怖がりなのですね。風に舞う門面のごとく、捕らえどころのない攻めだ。やるねえ、そちらさん。イカ様なしにしちゃ上等じゃねえ。大将間違いなしと言い切るには気が早いですかな。陣の攻防において、あれほどの鍛錬を重ねた者が、この先あやつが再び将として花開くとも思え。信長様も明智殿、何を考えてお家なのか。私の手勢はよく動く、過剰に過ぎるほどにはな。
士と共に笑顔になりましょう。ここだけの話、しっかりやめ、行部さんに呪われちまうぞ。人間を無駄にするな。使えるものは利用するぞ。いかん、ここで全員を失うな。サコメ、まったく敵将に迫るだけが戦ではないのだぞ。やべ、マジで広まっちゃったよ。三成様の笑うとこ見たら死ぬって噂。悪いけど今日の俺は赤いチクライ本気だぜ。なんせ三成様直々のどでかい命令だけんな。心委ねられる存在か。決して私には得られぬものだ。興じておるのか。加減はお手の物です。今これから。あなたのお手並みしかと拝見させていただこう。迷った時は度胸一発、超過なんかかけてみなよ。私を変えようなどと心に泣いてくる。誰だって砕けた茶碗を元には戻せない。くじけんな。ここで折れたら先はない。あんた好きすぎだってのは。何としてもなさねばならんのだ。最後一つまで取られるといよいよまずいぞ。俺は戦場を完全に掌握している。皆さんまとめて弔って差し上げます。最前線へ赴けとは聞いていない。あなたと刃を交えるのはしばしの後となるだろう。まだ近づけました。守るのだ。もとよりそれが武士の習わし。僕どうしたらいいかわからないよ。
おや、奇遇ですね。私もさっぱりわかりません。なあ、いっそうちにでも来ちまったら。俺も言いつけ守れるし、あんたも知らねえ。どうよ。その賭けは成立しない。ノレとはことづかっていないゆえ。しかし、なぜあの男といい、お前といい。そうそう、はったはった。一息つく間もなしか。休めとは聞いていない以上、仕方がない。あなたがいる場所は悪夢の声だが、それなのに何かをつかめる気でいるのか。勝家め、よもや敵に説得すら受けようとは。あれはそうでもなけりゃ武士でもねえ、冷酷な何かだ。たちの暮らしも良くなるんだよな。おず、僕より期待などしておらなんだ。こうなればいっそ勝家をおとりに撤退で。遅い、さあ来ね。私との誓いを無にする気か。貴様は独眼竜、こんなところで何をしている。あんたは部下が気になった。俺は勝家が気になった。何のことはねえ、ただのミラー。それごと。そうか、貴様が元凶か。その醜く剥がれ落ちた鱗で左近の足を放流したか。今日の僕は何マグかな。勝家様、なんとかしてあげたいけど。来なさい、お相手しましょう。どこにでもいる腹心が。鏡表に明け日の光。ご覧なさい。どうぞよし。なぜあなたがここにいる。ま、ただの通りすがりだ。だが随分とピンチじゃねえか。時間稼ぎをしてる。逃げるなりなんなり好きにしな。くじいてみようよ。俺は必ず立ち上がり。この刃が乾かぬうちに
勝利の証を持て、左近。三成様にそう言われちゃマジで行くしかねえよな。いいライバルもいるじゃねえか、勝家。じゃあな、光さす明日でまた会おうぜ。私の動きが単調だとでも言いたいのか。お前こそせいぜい着地の隙をさらさぬよう心がけていろ。あなたが得意とするかわいい遊びの数々、ずっとやってみたいと心のどこかで願っていました。坊さんだろうが何だろうが楽しんだものが実証。さて、そんじゃご期待に応えて左右二つ入ります。逆間なぎなど邪道の獲物、奴にはふさわしかろう。綺麗に掴んびんだ。何もかもすっちまった。よっだ、先を行かないでくれ。私はお前たちが欲しかったんだ。ようやく答えを見つけられそうな気がします。そう、私は間もなく完成する。全てが誠なのでしょうね。徳川へ。結局全てが誠なのでしょうね。死を好む私も、それを忌む私も、このまどろみから目覚めたくないと願う私も、あの方との生を恋願う私も、私は一体どうしたらいいのでしょう。教えてください、信長公。あのさ、天海様。聞いていたのですか。ごめんなさい。 でもこれだけは言わせて。僕には細かいことよくわかんないけどさ、天海様が後悔しないのが一番大事だと思うよ。
海様。それでは。明智光秀参ります。あの方の中心として。光秀なのか、その姿は。いや、そうか、信長様のご意志のままにか。大将の何たる顔。あんた物騒なもん持ってるね。もし松江じゃん、お説教は後ほどってことで。光栄の謀反、その大罪、国主たるあなたの首でもあがないきれるかどうか。前田の主はこの俺さ。悪いけど好き。刑事、ここは任せ。あとは俺を信じて引いてくれ。大丈夫だ。刑事、お前は総大将だ。奥に控えろ。何より、光秀とはそれがしが向き合いたい。分かった、絶対死ぬんじゃねえぞ。トシ、待ってろよみんな、約束は守るぜ。のではと思っていた。そしてそれを止めるのは己だろう。そうだ、気づけばまるでアベコベだ。お前が忠義を掲げるとはな。正直驚いたぜ。まさかくます。しかし嘘偽りなどありません。心からあの方の忠臣として喋りたい。光秀、信長様、願わくば誰からも疎まれぬような生き方を。トシ、国士ってこんなか。いや、変わるんだ。俺は少し緩みすぎていたのかもしれません。つまんねえ、俺様一抜けた。あなたはとてもいい見本でした。人としての喜び、
それを享受せし者として。明智様、もしあなたは。いえ、何も言いますまい。一つだけ伺います。行方知れずの濃姫様と蘭丸はあなた。いいえ、手にかけてなどいません。本当に濃姫様、あなたならばこの方に。なんと平和にボケるのも、まあ時にはいいでしょう。なんかこれでようやく帰参できる。待っていてください。今すぐおそばへ馳せ参じます。一歩一歩。一体あんたに何があったのか聞いてもいいかい。単純な話です。私は気づけたのです。この殺意を眠らせず人にはなれるということに。人となるための条件、それは誰かに認められること。それさえあれば、たとえどんなに醜く異端であろうと。そっか、あんたの世界にも人ってのはいたんだな。一つを使い、皆さんまとめて弔って差し上げます。フフフフ、蜘蛛の巣のごとくさえ強盗すわけにはいかんのだ。そう、浮かしゆく私をその目に刻み込んでください。誓ってます、信長公。死に溺れる私を肯定してくれました。あの方の元でだけは私は常に人だった。確かに魔王さんは器の広い人だったと思うよ。けどな、少なくとも今の魔王さんはそうじゃねえ。もしどこかにいたんならさ、優しいあんたってのにも会いたかったよ。ようやく答えを見つけられた。大使光秀、ただいま戻りました。味方は安土にあり。光秀様、そのお姿。少々戯れが高じましてね。私の離れにいた間、何か変わったことはありましたか。いえ、何も問題ありません。皆さん揃って武装しているんですね。さては近々大きな戦に臨む予定も。お考えの通りで。そうですか。ああ、間に合ってよかった。これにて引いてくださると、とてもありがたいのです。
増せば増すほど愚く染まる。酒を持て、かの月を時の魚とする。差し上げますから。こういうのうまいんですよ。
僧の真似事の賜物です。信長様、一献お持ちいたしました。そずり甘露なり、物の誇りし、これぞ唯一よ。近頃は敦盛すらまともに吟じておらなんだが、一人の望みを叶えんがため、あまたのむくろが立ち並ぶか。光秀様、晴れてのご帰還お喜び申し上げます。ああ、勝家ですか。ありがとうございます。私が留守の間よくやってくれていたようです。はあ、もったいなきお言葉。褒美というわけでもありませんが、多少は扱いがマシになるよう取り計らってあげましょう。光秀様、これまであなたにも随分ときつく接してきましたが、期待の表れとでも思ってください。こうと私の、落ちよされずき赴くままに。光秀、しもとざれる間に我が元へと参じよう。これは失礼では。勝家、また後で。信長公、あなたの広き器に私は救われたのです。どうか私を永遠なる人としてください。信長公、明智光秀ただいま戻る。なぜそのような冷たい目をなさるのです。お口にて世の手の者が見出した女と丸をな。そんな、女の語るところでは貴様により閉じられたとな。光秀、
いや逆賊よ、心ゆくままに申し開いてみよう。違う、違うのです。信長公、私は人だ。私は貴重戦火に巻き込まるために。ああ、もはや耳にも値せず。姿勢を見つけて、キュンキングは。そう、そういうことだったんですね。刃取りし兵よ、物言いたげな勝家の顔に。光秀様、私はあなたと共に奄美の先へ。光秀、貴様は一人死に抜わり。嫌だ、嫌だ。この不出来なる手足めが。ようやく答えを見出せたのに、あなたのそばでいぶ。乱世を駆け抜けた英雄。思い出だけは。わらわを使いたいの？特別よ。京極浅井軍。よし。その坂で、thank you.
れは彼女。姉上もいい加減。夫を持ち。待つのだ姉上。話はまだ終わっていない。大事。京極浅井の家はどうするつもりだ。長政さん、あなたがわらわ抜きでも国を一つ守り通すだけの気概はない。大丈夫だよ長政様。一、あ、でも姉様、お婿様探しのあてはあるね。そう、そのあたりを適当にふらついていれば見つかるでしょ。ね、いかんいかん、そんな婚姻など断じて認めんぞ姉上。なる姉様はどんな殿方を探すの。見た目が良くて強そうで我らに口答えしない。まあ最悪でもそんな男を捕まえられれば我慢するわ。さ、最低限の基準がすでに天ほど高いではないか。長政様、姉様ってまるで子供みたいね。あら、言うようになったとも。イチ、鍋に焼きに油を注いだ。なあ、とびきり怖い男でも捕まえてこようかしら。イチ、あなたが泣いて震えてしまうくらいね。変な人だって兄様よりは怖くない。待て、姉上の伴侶はすなわち私の兄か。いずれにせよただでは済まない未来しか見える。あら、情けない正義ね。そこで休んでなさい長政。わらわもね、いつまでも長政のお守りばかりはしてられないの。わらわも幸せになったっていいでしょ。お守りだと？姉が私にそれを言うか。いつもこう、いっそ本当にいなくなってしまえばいい。わらわがいなくなれば夫婦水いらずじゃない。よかったわね、いっち。お色直しの時間ね。それに来なさい。おっと、お客さんかい。べっぴん。さんは歓迎だけど、イカ様だけはご法度だぜ。そうね、わらわの美しさは他の女から見たらイカ様みたいなものかもね。そうっすね。Hey!
士の時間よ。三成様が戻る前に帰った方がいいと思うよ。わら、その人に見つかるとわらわが無理やり奪われてしまうからかしら。ああや、女を連れ込んでると思われて俺が叱られるっつうか。サイコロみたいなもん。まあ、あんたも苦労してんだな。いや、してんのか。you
地も譲って俺は出るって、あの将軍様だよな。やべえ、この人ってめちゃ偉い人系か。いやーでもそんな風には見えねえか。お色直しの時間ね。ちょうどいいの超デッドだ。
を探してるってことね。じゃあさ、魔王さんなんていいんじゃないの？なんてね。そうね。でも信長は強いけど愛想はないし、ちょっと声が大きくてうるさいのが気に入らないわ。いやいやいや、何物騒なこと言ってくれてんの。俺ただ話振っただけだからね。お色直しの時間ね。そう、いや、やっぱ犯人張った。まずい感じか。秀吉はダメよ、顔が怖すぎるもの。きっと誰かが無骨って字で服洗いでもして。あなたのね。みんな俺の話をよく聞いてくれ。俺は今日ここにいなかったし、あの人からは何も聞いてない。